彼女の実家。戦後すぐのお話。鉄王という田舎の青年がカメラマンになるために上京しました。鉄王には雪江という恋人がいました。雪江は両親の反対を押し切り、鉄王と一緒に上京、貧しい同性生活が始まりました。貧しいながらも、 二人は肩を寄せ合い、幸せでした。しかし、鉄王の仕事がうまくいき始めると、彼は外に女を作り、毎晩飲み歩くようになりました。そんな生活が二ヶ月も続くと、彼女は何も言わずに、故郷に帰っていきました。それから数日して、故郷の友人から、彼女の自殺を知らされました。 お前な、葬式くらい出てやれよ。ダメなんだ。今忙しくて。それより、自殺の理由って何なんだ分かってるんだろ。とにかく、線香の一本もあげないなら、絶好だからな。ガチャ。鉄夫は、いやいやながらも故郷に帰る決心をしました。しかし、彼が雪江の実家に着いたのは、 葬式から三日後の夕方でした。とりあえず土下座しよう。殴られるくらいは仕方がない。そんなことを考えながら、彼は玄関を開けました。こんばんは、鉄尾です。しばらくすると、奥から足音が聞こえてきました。いやあ、遠いところよく来たね。彼は、両親のあまりの明るい態度に、 少々驚きました。さあさあ、そんなところに立ってないで、上がって上がって。はい、あの、今回のことは、なんとお悔やみしていいのか。うん、うん。あれ、おかしいな。行方が帰郷した理由を聞いていないのか。自殺の理由は、俺だと知らないのか。晩ご飯、 食べて行くだろいや、でも、まあいいじゃないか。娘の東京での楽しかった話でも聞かせてくれよ。わかりました。ご馳走になります。鉄夫は仏壇で拝みながら、お前、何も死ななくても、と話しかけました。どうやら、俺が他に女を作ったことは知らないらしい。 お父さんが俺を見るときの目も、敵意どころか、本当に親しんでいる。こんなことなら許してやるんだった、というところかな。飯ができたぞ。ま、一杯やりながら、向こうでの生活を話してくれ。はあ。鉄夫は、楽しい話だけをしました。自分の日がバレないように。 今日はもう遅いから、泊まって行きなさい。いや、でも、夜は危ないですから。鉄王の家までは、歩くと一時間もかかる。道も舗装されていないし、明かりもない。じゃあ、お言葉に甘えて。鉄王は、雪江の部屋で寝た。雪江は、遺書も何も残さなかったのか。 それで両親は自分たちが反対したからだと思い込んでいる。それならそれでいい。鉄尾は旅の疲れで深い眠りにつきました。ギャー明け方、けたたましい悲鳴で目が覚めた。雪江の両親の部屋からだ。何が起こったんだ。鉄尾は 両親の部屋を開けた。そこには、雪江がいた。正確に言うと、雪江の遺体が。一体何ですかわ、わからん。朝起きたら、隣で寝てた。一体誰がこんなひどいことを。その日は、大変な一日だった。雪江の遺体を再び土装し、 駐在所のおまわりさんの尋問を受け、気がつくと夜になっていた。両親が不安だというので、もう一晩泊まることにした。まさか、雪江が自分でいや、そんなことあるはずがない。ギャー明け方、また例の悲鳴で目が覚めた。両親の部屋に行くと、 また雪江がいた。遺体は腐乱し始め、うじ虫が目から這い出している。美しかった雪江の面影はない。母親は発狂していて、父親は恐怖と怒りで、声が出ないようだった。鉄王は、雪江の遺体にこんなひどい仕打ちをする犯人に、無性に腹が立った。お父さん、犯人を捕まえましょう。 どうやって僕は昨日寝る前に閉じまりをしっかりしたんです。だから、この家に他人が入るのは不可能なんです。一箇所を覗いて。一箇所はい。この家の玄関です。あの引き戸は、軽く叩くと鍵が外れてしまうんです。だから犯人は、堂々と玄関から。今夜僕は、玄関で寝ないで晩をします。 ありがとう。頼んだぞ。鉄王は玄関に鍵をかけ、玄関に腰掛け、犯人を待った。一時、二時、三時。この二日間で、鉄王の疲労は頂点に達していた。鉄王は、知らず知らず眠っていた。どれくらい眠っただろう 自分の足に何かが当たるのが気づき、目を覚ました。ゆっくり目を開けると、目の前に足があった。すねの部分が自分の足に当たっていた。犯人、だ。鉄尾は、犯人がこんなに近づいたことに恐怖を感じたが、冷静に状況を考えた。足は、1、2、 三、四、四本。つまり二人いる。鉄王は、ゆっくりと顔を上げた。そこには、うつろめで、鉄王を見下ろし、雪絵を担ぐ犯人がいた。雪絵の両親が、いつになったら、謝るつもりだ。 誰もいないはずの教室。小学校6年の2学期の途中に地方へ引っ越した。転校するのは初めてのことだった。不安に思っていた僕に最初に話しかけてくれたのは、T 君というクラスのリーダー格らしき人で、いろいろと親切に面倒を見てくれたのだけど、他人の悪口を言ったり、 〇〇とは話さない方がいいよとか、命令したりするので、正直少しうざいと思うようになっていた。学校は、家から歩いてすぐのところにあった。前の学校は、電車で一時間もかかるところだったので、早起きをする習慣がついていた。転校して三日目くらいの朝、家にいても何もすることがないので、かなり早めだけど、 投稿することにした。すでに先生か職員の人たちが来ているらしく、門は開いていたけれど、校舎には人気がなかった。当然一番乗りだと思って、教室の扉を開けると、男の子が一人先に来ている。僕は驚いて立ち止まった。その男の子の座っているのが、僕の席なのだ。 自分の勘違いかと思って何度も確かめてみたんだけど、やっぱり間違いない。あのさ、そこ僕の席だと思うんだけど。遠慮がちにそう切り出すと、男の子はにっこり笑って、あ、ごめん、と言い、すぐに席を譲った。まだクラス全員の顔を覚えていなかったので、 同じクラスの奴が席を間違えたんだろうと思い、そのことはすぐに忘れてしまった。一週間くらい経って、また早起きをして学校へ出かけた。教室の扉を開けると、この日もこの前の男の子が先に来ていた。しかも、また僕の席に腰掛けている。この時には、この子が同じクラスの奴ではないと分かった。 あのさと声をかけると、この前と同じように、ごめんねと言い残して、教室を出て行く。入る教室を間違えたのだろう。そそっかしい奴がいるもんだ。とそう思った。それからしばらくして、早朝の誰もいない廊下を歩いて、教室にたどり着くと、やっぱり同じ男の子は僕の席に座っている。 今度はさすがに何か変だなと思った。机の脇には割と目立つ色をした前の学校の交渉入りの手下げカバンがかかったままになっていたので、普通に考えて席を間違えるとは思えない。それに教室を間違えたのなら自分の荷物を持っているはずなのに男の子は手ぶらなのだ。 僕は男の子のすぐ近くに立って、わざと声をかけずにいた。男の子は、ことさら無視するというふうではなく、かといって、こちらに気づいた素ぶりは見せずに、ただ居心地悪そうに、じっとうつむいている。とうとうしびれを切らして、僕は声をかけた。男の子は、悪いことをしている現場を見つけられたみたいな顔で、 席から滑り降り、ごめんねと、虫の鳴くような声で謝ると、教室から走り出て行った。その日の休み時間に、朝学校に来たら、なんか変な奴が俺の席に座っていてさ、と話をした。それって、どんな奴だった ?T 君が尋ねた。えっと、背はかなり小さい方で、 なんか弱そうな感じだった。おどおどしてるっていうか、髪の毛は割と長めで、あと、首のここのところに赤っぽいあざがあった。十円玉くらいの大きさの。ひい、という悲鳴をそばで聞いていた女子が挙げた。t 君が僕の胸のあたりを殴りつけた。お前なんだよ。ふざけんなよ。 どうしてそんな嘘つくんだよ。真っ青な顔でそう言うと、教室から出て行った。僕が転校してくる3ヶ月ほど前に、N 君という男の子が自分の住んでいるマンションから転落死した。僕の机はもともとその N 君が使っていたものだったのだ。僕が転校してくる前日までは、その上に花瓶が乗っていたそうだ。 警察は事故死と判断したが、あれは自殺だったのではと、生徒たちの間で噂になっていた。N 君が T を中心とするグループから、ひどいいじみを受けていたことは、みんな知っていた。四年生くらいからずっと続いていたらしい。N 君の死を担任が報告したとき、やった。これであいつの鬱陶しい顔を見なくても済む。すげえ嬉しい。 と、T、は言い放った。僕が早朝の出来事を話したその日から次第に T はクラスの中で孤立するようになっていったあの時のことがきっかけになったのかどうかはわからないただ単にみんなが大人になってむやみに威張り散らしたり陰口を叩いたりすることの低劣さに気づいたのかもしれない 卒業式の頃には t はクラスの誰からも相手にされなくなっていた。あれから僕は寝坊をするようになって教室に一番乗りすることはなくなってしまったけれど n 君の姿は何度か目にした。体育館の隅っこに立っていたり校舎の窓から校庭を見下ろしていたりした。今考えると 単なる見間違いかもと思わないでもないけど、その時は妙な確信があった。ああ、また N 君が来ているな、と。僕の他に同じような目撃者もたくさんいた。退屈そうな居心地の悪そうな様子だった。小さな子供が遊びの仲間に入りたいのに自分から言い出す勇気がなくて、 声をかけてもらえるのをじっと待っている。と、そんな風にも見えた。怖いと思ったことは、一度もなかった。常連客。学生時代、おじが経営する小さな小料理屋、居酒屋で、手伝いをした。常連客で、 70代の M さんという、真っ白な頭の爺様がいた。ほぼ毎日、開店の16時くらいから24時くらいまでいる超顧客。現役時代は、物書き系の仕事をしていたためか、ちょっと癖があり、他の常連客は一線を引いていた。3年くらい前に奥さん、子供がいない、が亡くなってから、 を毎日通ってくれているんだそうで、おじも大切にしていた。そんな M さんはいつも特等席のカウンター奥で一人でちびちび飲んでいた。なんとなくちょっとかわいそうで、俺は割と話しかけていた。仲良くなると意外に面白く古く興味深い話なんかも聞けるので、俺はいつの間にか自然と M さん担当みたいな役割になっていた。M さんが、ある日を境に、急に来なくなった。おじは気にしながらも、M さん、携帯持ってないし、自宅番号も知らんから連絡取れない。そういえば、前にも急に来なくなったことがあったな。なんだか、隣に座った客が気に入らないとかが理由だったかな。 ちょっと変わった感じの人だから、ほとぼり冷めたらまた来るだろう。病気とかっていう話も聞いてないから、大丈夫だと思う。と。おじからしても、他の客がいない時間帯の話し相手なので、態度にはあまり出さないが、かなり気にかけていたようだった。ある日の開店直後、おじに買い物を頼まれたので、近所のスーパーへ。 戻ってきた時に、チャリを置いている最中、お客さんいるかな、という感じで、何気に店内をちらっと見てみた。カウンター奥に、M さんの姿があったので、ああ、久々だな、と。しかし店内に入ったら、おじしかいなかった。あれと思い、おじさん、M さん来てないの するとおじは、あまだ誰も来てないよ。なんでと真顔で。今、外から見えたということを話すと、おじに、誰か通り過ぎたじいさんでもガラスに映って見えたんだろと言われた。俺は、いや、確かに M さんだった、と思ったが、放置。それから約2週間後の午後、 おじから、すぐ店に来いと突然の電話。急いで行くと、開店準備中の店内には、おじと60歳ぐらいの女性がいた。誰だこの人と思ったら、その女性は、M さんの妹さんだそうな。時々、一人で暮らす M さんを心配して家に行くそうで、一ヶ月ほど前に家を訪ねたときに、M さんが倒れていたとか。 それで M さんは、そのまま入院して息を引き取ったと。その後、妹さんが遺品整理をしていたら、日記が出てきて、それを読んでいたら、店で飲んでいることばっかり書いていたらしい。それで、妹さんが店を探して電話をかけて、挨拶に来たということだった。日記は、少しだけ読ませていただいたが、おじや俺や、 数少ない仲のいい客と何を話して楽しかったとか、俺のことは結構書いてあったので、読んでいて涙が出た。その日、さすがに店は休んで、ちびちびと二人で飲んでいた。少し前に俺が見た M さんを死ぬ前に来ていたのかな、などと話していた。酔ったおじは、M さんの特等席、 半永久的に使うのやめるか。三年間毎日通った解禁症だ。と言い出したので、賛成した。そしておじは、予約席のプレートを買ってきて、置き始めた。事情を知っている常連客の人は、その席にリンゴを持ってきたりしていた。以後、おじの店には、不思議なことがたまにある。 おじが大好きな演歌歌手や大好きな元プロ野球選手が突然訪れた。急に雑誌で飲み屋だが飯が激うまと紹介されたこともあり、それが原因で客足が増え、昼間の営業を再開することになった。以前、昼営業をやった時期があったが、客入りが悪くてやめていた。最近、 俺が客として久々に顔を出した時のこと、新しい常連客らしい、我が子供連れのご夫婦がいた。まだ4歳くらいの娘さんが、突然カウンターの奥を指さして、そこにおじさんがいるよ、と言い出した。母親が慌てて、すみません。この子時々変なこと言うんです。と苦笑いで謝っていたら、おじが、 どんな人なのと聞いた。小さい子は、頭が白くてね、こっち見て笑ってるよ。と言った。おじと俺は、目を合わせた。俺は鳥肌が立ったが、怖くはなかった。おじは、頭真っ白って言ったら、M さんしかいないよな。今そこか。と、すると一瞬、 店内の薄暗くしてある電気が、ブワーっと光が強く明るくなり、すぐにまた薄暗くなった。おじは嬉しいんだか、怖いのを隠しているのかわからんけど、ひたすら、へへへ、とだけ笑っていた。それから、おじは店の片隅に、店内で撮った M さんの写真を、さりげなく置き、開店前には手を合わせて、 今日もよろしくと言っています。入ってはいけない部屋。俺んちは田舎で、子供の頃から絶対に入るなと言われていた部屋があった。入るなと言われれば、入りたくなるのが人情ってもんで、俺は中学生の頃こっそり入ってみた。なんてことはない、普通の部屋だった。 変な雰囲気もないし、窓からはさ々んさんと日光も入ってきて、何も怖くない。なんだ、単に部屋を散らかしているのが嫌で、あんなこと言っていたのか、と思い拍子抜け、退屈ということもあって、その場で眠ってしまった。それでも、悲しばりにも全然合わないし、数時間昼寝して起きた。寝てるときも起きてるときも、 怪奇現象一切なし。やっぱり全然怖くない。入るなと言われていた部屋だから、怖いのを期待していたのに。部屋を出るときに、何気なく部屋にあったタンスの引き出しを開けたら、和風の人形、ひな人形を小さくしたような感じ、が一体だけ入っていた。人形が入っている引き出しはそれだけで、 他の引き出しには普通に着物とかが入っていた。怖えと思った。後になって、林業の話とかはせずに、ばあちゃんに聞いてみたら、何でもあの部屋は、親父の妹さん。つまり、俺から見ると、おばさんにあたる人の部屋だったらしい。タンスの中のものも、すべておばさんのもの。と言っても、 もう当時から三十年も前の話。家を今の状態に建て替えたのは、両親が結婚してすぐのことで、将来子供ができた時のために、二世帯住宅化したわけだ。で、その時に、少し庭を潰して、増築したのがまずかったらしい。その増築したところに立っているのが、入ってはいけない部屋。つまり、 おばさんの部屋だったんだが、どうも家を新しくしてから、おばさんの様子がおかしくなった。まず最初は、部屋で寝たくないというようになったらしい。おばさんの話によると、新しい部屋で寝るようになってから、どんなに熟睡していても、夜中の3時になると、決まって目が覚めるようになったらしい。そして、目を開けると、 消したはずの電気がついていて、枕元に、おかっぱの女の子が座っているんだって。そして不思議なことに、高校とついた明かりの下で、女の子の顔だけが、真っ暗になっていて見えない。でも、なぜかおばさんにはわかったらしい。笑ってるって。そんなことが一週間ぐらい続いた。 おばさんは頭のいいしっかりした人で、最初はみんなに、君の悪い思いをさせたくない、と黙っていたんだけど、もう限界と、じいちゃんに言ったらしいんだ。だけどじいちゃんは、嫁にもいかんで家に住まわしてもらってるくせに、この大事な時期にふざけたことを言うな。出て行きたいなら出て行け、と突っぱねた。それから半月くらい経って、 ばあちゃん、ふとおばさんの話を思い出した。近頃は、おばさんも何も言わなくなったし、一日中妙に優しい顔で、ニコニコしていたから、もう新しい家にも慣れて、変な夢も見なくなったんだろう、くらいに考えて、おばさんに聞いてみたんだ。そしたらおばさん、ニコニコしたまま。うん。でももう慣れたよ。 最初は一人だったんだけどね。どんどん増えていってる。みんなでずっとあたしのことを見下ろしてるんだ。そう言って、あはははは、と、普段は物静かな人だったというおばさんには、到底にかわしくない笑い声をあげたらしい。多分、おばさんのその話が本当だったにせよ。夢や幻覚の類だったにせよ。 この頃にはもう、手遅れだったんだろう。おばさんの部屋の隣は、じいちゃんとばあちゃんの部屋だったんだが、その日ばあちゃん、真夜中に隣から、ザ、ザ、ザ、って、穴を掘るみたいな音がして起こされた。おばさんの部屋に行ってみると、部屋の畳が引っぺかされている。そして、 むき出しになった床下で、おばさんがうずくまって、素手で一心不乱に穴を掘っている。何やってるのばあちゃん、さすがに娘が尋常じゃないことを察して、怒鳴った。でも、おばさんはやめない。口元には、笑みさえ浮かんでいたという。しばらくして、あった。と言って、 床下から這い出してきたおばさんの手に握られていたのは、土の中に埋まっていたとは思えないほど、綺麗な、小さな日本人形だった。おばさんは、ばあちゃんに人形を渡すと、そのまま笑顔でカビ際まで歩いていき、ゴン、ゴン、ゴン。何度も何度も、自分の頭を壁にぶつけ出した。ゴン。 ゴン、ゴン。何やってるのばあちゃんは慌てて止めようとしたけど、おばさんはすごい力で払いのける。何やってるんだろう。本当だ。あたし、なんでこんなことやってるんだろう。わからない。わからない。わか,からない。おばさんの言葉はやがて、意味のない笑い声の混ざった。 規制に変わっていった。そして、ばあちゃんは聞いてしまったという。おばさんの笑い声に混じって、確かに子供の、しかも、何人もの重なった笑い声を。おばさんはそのまま、十分以上頭を壁にぶつけ続け、最後は突然直立し、そのまま後ろ向きに倒れ込んだ。 おもちゃみたいだったって、ばあちゃんは言ってた。起きてきたじいちゃんが救急車を呼んだが、ダメだったらしい。延んだの、脳幹だの、頭蓋骨だのが、ぐだぐだだったとか。話を聞いたお医者さんは、信じられない様子だった。自分一人でここまでするのは不可能、とまで言われたらしい。 殺人の疑いまで持たれたとのこと。さすがにここまでになったら、じいちゃんも無視できず、娘を見つめ死なせてしまった後悔もあって、お寺さんに来てもらったらしい。住職さん、部屋に入った瞬間、吐いたらしい。何でも昔ここに、水子とか、幼くして疫病で死んだ子供を祀る祠があって、 その上にこの部屋を作ってしまったから、ものすごい数の子供が溜まっているらしい。絶対この部屋を使ってはダメだ。と、住職さんすごい剣幕で念を押した。ば、まあちゃんが供養をお願いした例の人形は、持って帰りたくない。そんなものに中途半端なお払いはかえって逆効果だ。捨てるなり焼くなりしてしまいなさい。と拒否られたらしい。 で、そこからは階段の定石。ゴミに出したはずの林業が、いつの間にか部屋のタンスに戻っていたり、燃やそうとしても、全く火がつかず、飛んだ火の粉で親父が火傷をしたりと、もう尋常じゃないことになって、困りあぐねて最後は、とりあえず元の場所に埋め戻して、部屋は丸ごと、使用禁止にしたってわけ。 悲惨な話だから、敬意は俺に言わないでおいてくれたらしい。とりあえず、元の場所に戻したのが良かったのか。人形はそれっきり、また出てこないといいけどね。うん。ちゃんと出てきてたよ。おばあちゃん。精神科医のおじ。おじさんは、 地元の病院で精神科医というより薬とかの治療で治せない患者さんの話し相手になって症状を精神的な面から改善させるみたいな仕事をしていたカウンセラーって言葉を使えばわかりやすいかな親父とは二人っきりの兄弟ってこともあったんだろうけど仲が良くてよくうちに遊びに来ては まだ小学校一、二年くらいだった俺と遊んでくれたり、やっぱりお医者様だから、羽振りが良かったのか、お小遣いくれたりして、本当に大好きなおじさんだった。で、そのおじさんに最後に会った時のこと。今から四年前の冬休み。その年の四月から、地元を出て札幌の高校に行っていた俺は、母さんから、おじさんも来るから、 お正月くらい帰ってきないよと言われてて、どうせ大掃除を手伝わされるんだろうなと思いながらも、母さんの栗きんとんと、おじさん、およびお年玉、目当てに、久しぶりに帰省していた。おじさんはいつものように客間に泊まっていたんだけど、挨拶しに行って、まずびっくりした。俺の記憶の中のおじさんは、安気味の貧乏神ライクな親父と対照的に、 100キロくらいありそうな、縦も横もでっかい人だったんだが、それが親父以上にガリガリになっていた。髪もボサボサで、ものすごいアウトローな感じに。まあその時は、どうしたのおじさん、めっちゃかっこよくなってんじゃん。とか言って笑ってたんだけど。その夜、飯を食った後に、なんかわからんけど親父が風呂に行って、 母さんが台所に引っ込んで、今に、俺とおじさんだけになった。最初は昔話とか、お前、札幌でちゃんとやってるのか、的なことを聞かれたりとか、普通に話していたんだけど、ふとおじさんが真顔になって、今、子供の声聞こえたか、って。おじさんは酒がダメだったし、別にふざけてるとか、 俺を脅かそうってわけじゃないっぽい雰囲気だったので、ちょっと怖くなりながらも、聞こえんかったよ。って言うと、そうか、やっぱりな。って悲しそうな顔で、こんな風に言うんだ。おじさんさ、最近聞こえるんだよ。どこにいても。子供の声が色々命令してくるんだよ。 おじさんの仕事は前述の通りなんだけど、その病院っていうのが、医療施設というより、もはや、本気で重症な奴の隔離場みたいなところで、立っているのは山の中だし、窓には全部、鉄格子がはめられているようなところ。いつか、漢字が逃げたってニュースをやっていたから、それでテレビに出たのを見た人もいるかも。それで、 そのカウンセラーの仕事自体も、紙一重なところがあって、電波が映るっていうのか、あんまり真面目な人だと、電波さんの話をちゃんと聞きすぎて、影響を受けて、自分も色々支障をきたしちゃったり、ってこともよくあるらしい。おじさんの話だと、同僚の女の人が一人、音波が脳に刺さるのが見えてきた、とか言って、 自分の家で首をつっちゃっていたってことが、その頃にあったんだって。他にもいろいろ話してくれたけど、音波が脳に刺さるっていうフレーズだけ、やたら印象に残っている。俺もそろそろかな。っておじさん、から元気っていうのとも違う感じで、妙に楽しそうに笑ってた。で、おじさんおもむろに、 テーブルに上がっていたみかんを掴んで見えるかって何がくっつき虫だよほらまたニュルニュル出てきてるだろ白いのがニュルニュルうごめいでるだろ何を食べようとしてもこいつら出てくんだよ食ったら体乗っ取られちゃうよおじさんがここまで痩せた理由もそれだったという。 ろくに飯も食えない状態だった。近頃は寝るのも辛いとも言っていた。寝てるおじさんを天井から誰かが見てるんだって。最後に、ごめんなと言って、おじさんは今を出て行った。でも、そういえばその時はまだ、俺はおじさんが怖い話をして脅かしてやろうともしていたんだと思っていた。 次の日、科学の誰も起きる前に、おじさんは帰ったらしい。布団も片付けてなくて、本当に木の幹木のまま、まるで何かから逃げるように。母さんの話では、その後は電話とかしても全然繋がらなくなっちゃったらしい。そして一ヶ月後ぐらいに、おじさんは事故で亡くなった。中央分離帯に突っ込んだらしいんだけど、 葬式の時、親戚からこんな話を聞いた。おじさんは、自殺だったんじゃないかって。見てた人が証言したらしいんだけど、おじさんの車、地面が凍ってたわけでもない道路で、今までまっすぐ走っていたのを、急に自分から分離帯に突っ込んだそうだ。よくわからないんだけど、そういうのを勉強している専門家なら、 自分がそろそろやばいってこととかもわかるのかもしれない。ならおじさん、自分が行っちゃう前に、最後に親父やお袋や俺に会いに来てくれて、それで、廃人になる前に、自分で命を絶ったのかな、なんて思う。まあ、それで終わってれば綺麗な話なんだけど、親父が葬式の後、帰りの車でぼそりと、 そういや、あれは事故の前の日だったな。夜中に留守電入ってて、それが兄貴だったんだよ。なんか気持ち悪くて消しちゃったんだけど、あの病院って、子供もいるのかな親父の話だと、おじさんのメッセージは、酔ったような声でたった一言。俺、命令されちゃったよ。それで、 その声に隠れるように、子供っぽい声が何人も、死ね、死ね、って言っていたらしい。そんな兄が死んだのをネタに怖い話をするような局面でもないし、本当のことなんだろうけど。親父は今も元気なので、別に電波受信したりはしていないようだが。 若い女の子が引っ越しの挨拶に来た。ある休日に若い女の子が引っ越しの挨拶に来た。ちょうど隣が空いていて、そこに越してくるというので、こちらこそどうぞよろしく、いつ引っ越してくるの、と聞いたら、まだわからないという。まあ、その辺は軽く受け流して、挨拶終了。女の子は、 次々と別の部屋に挨拶に回ったので、今どき律儀な人だ、と思っていた。けど、一月経っても、一向に引っ越してくる様子がない。その時期、アパートの更新の手続きがあって、管理会社に行った時に、そのことを聞いても、そこはまだ空き部屋で、入居者募集中だと言われる。そこから一ヶ月も経たないうちに、 隣に誰か住み始めて、やっぱりその女の子だったので、不動産屋何言ってんの、と思っていた。その子と会った時に、引っ越し遅かったですねと、親しみを込めて言ったつもりだったが、挨拶の時の雰囲気とは何か違い、はぁ、あ、と暗い返事をされたので、ちょっと不思議に思った。その子が、 隣に住み始めた直後から何か不安なのかいろいろ聞いてくるんだけどその内容が変だった。ここって前に何か事件とかありませんでした。私は新築の時から住んでるけど特に何もなかったのでそう言った。でもセンサーライトつけてるんですけど夜中にしょっちゅう反応するんです。 テレビの電波に乗ってか、変な声が聞こえてくるし。センサーライトはつけてないけど、うちは何も起こってないですよ。昨日の夜、誰が来てましたちょっとうるさくて眠れなかったんです。いえ、誰も来ていませんが。みたいな、精神障害というか、電波ちゃん。人のこと考えず、夜中とかチャイムを押されたので、 管理会社に文句を言ってみたら、周りの住民も女の子に同じことをされていたと判明した。結局この女の子はすぐに引っ越しました。もうここには住めないと、私に話していたのと同じような不思議現象を訴えて出て行ったみたい。最初の引っ越し挨拶の件なんだけど、資料を見せただけで、私を呼んでいるというようなことを言い、入居が決まってもないのに、 挨拶に回っていたらしい。その女の子が出て行ってから、ご入居者の皆様へっていう、アパート内の不思議現象があるから、早く出て行った方がいいです。という内容の解文書が何通も来たので、管理会社にその度に教えてあげました。パソコンうちで、直接ポストに入れていたから、足がつかないと思っているんだろうけど、多分その女の子。 体調の悪い店長。かなり前、化粧やエステの店で仕事をしていた。事情があり、店長の家に住み込みをするはめになってしまった。いつも店長は遅く出勤してきた。頭が痛い、体が重いと言う。病院に行っても、どこも悪くないと言われたらしい。一応、 知っていた霊媒師をさりげなく進めてみた。よっぽど辛かったのだろうか、言ったらしい。でも、追い返されたとのこと。玄関に入ると、その霊媒師は声がほとんど出なくなり、強い霊がついている。私の力では払えないと、返されたらしい。私たち友達三人は、冷やかしではなく、霊媒師巡りをしていた。 そこは金銭ではなく、するめ、お酒を持っていけば払ってくれた。式場間の霊がついている。三人とも同じことを言われ、一人ずつ払ってもらった。おいおい、式場間はないだろ。失礼だなと思っていると、友達二人は号泣している。なぜ、涙が出てくるのかわからないと言いながら、号泣している。 いいのよ。それが自然なの。と霊媒師が言った。私は涙が出てこない。なぜ式場馬が強いの。号泣している友達が羨ましかった。店長にはそこを勧めた。でも断られ、自分で霊媒師を探してきた。お祓いの日は、団子を作ったり、お菓子を用意したり、 本名寺の人が使うものを用意したりと、いろいろ用意して大変だった。他にもあったはず。霊媒師が来た。手には太鼓みたいなものを持っている。店長の他界した父親の写真を真ん中に置いて、霊が話すことを他界した父親が聞いて、それを霊媒師に伝えるというやり方。ドン。 ドンドン太鼓みたいなものを叩き、除霊が始まった。みんなが手を合わせている。私は、しばらくして居眠りをしてしまった。何日も前から、ラップ現象でほとんど寝ていないからか、隣の子に起こされた。友達は、うたた寝していた私を親切に起こしてくれた。と思っていたが、 違った。〇〇ちゃん、あれ見て。指さしたのは、店長の父親の写真。霊媒師が何か言うのと同じタイミングで、写真の口が動いている。その子も私も、除霊が終わるまで、耳では霊媒師の言うことを聞き、写真を見ていた。最後まで、口は動いていた。 除霊が終わる頃には、笑顔、笑っている口元だった。これを、すべての部屋の入り口に貼るように。と、お札みたいなものを置いて、霊媒師は帰っていった。セロワンテープで、すべての部屋に貼って、五分もしないうちに、セロワンテープが悪かったということにして、画鋲で貼ることにした。 店長についていた霊は、そこの土地に前に住んでいた人だったらしい。おばあさんと孫。ついてはいないが、家の周りにはその頃の近所の人の霊もかなりいたらしい。そのおばあさんは、蛇を祀っていたらしく、近所の人もおばあさんと一緒に蛇を祀っていたらしい。おばあさんの応援。 おばあさんは、蛇を祀ってほしいがために、店長に着いたらしい。私は商売人じゃないからわからないが、狐や蛇を祀る人がいるらしい。最悪なことに、社長は狐を祀っていたがために、おばあさんの願いを叶えることができなかった。蛇は水が好きだから、庭に池を作ればいい、ということもできなかった。 仕方なく、毎朝水をまき、備えることにした。除霊も終わった。お父さんの写真も笑顔だった。すべてが終わった。でも、終わっていなかったのかもしれない。店長が不思議な行動をした。風呂場に行って水を浴び、まだ水が冷たいのに、玄関の方に張っていくのだ。 不気味だった。本人は何をしたのか覚えていない。こんなところにいたくない。私は母親の具合が悪いので自宅に帰りますと言い、帰らせてもらい。ついでに写真を見たこと一緒に仕事もやめた。夕暮れのムクロ。 都内のある高校にちょっとした階段が流行ったことがありました。校舎の横に植えてある手前から4番目のポプラの木を夕暮れ時に見に行くと頭蓋骨が転がっていることがあり、それを見た人は24時間以内に死ぬというものでした。階段を本気で信じて寄り付かない生徒。 面白がって見に行く生徒と生徒たちの反応は様々でしたが、実際に何度か見に行った生徒が何も見ていなかったことなどから、1ヶ月ぐらい経つと、もうそんな階段はよくある噂話として忘れられていきました。そんなある日のこと、野球部員の H 君がポプラの木の方に飛んで行ったボールを取りに行った時です。 ボールを取りに行って、一分と経たないうちに、H 君は血相を変えて、みんなのところへ戻ってきました。どうした H、ボール見つからないのかそれどころじゃないですよ、先輩。頭蓋骨が、頭の割れた頭蓋骨が、ポピュラーの木のとこに落ちてたんですよ。はお前何言ってんだ大嘘ついてないで、さっさとボール探して来い。 違うんです。大嘘とかじゃなくて本当に。間違いありませんでした。頭蓋骨が落ちていたんですよ。誰かがいたずらに偽物を置いたのかなんだかわかりませんけど、薄気味悪いから先生に言ってどかしてもらってくださいよ。おいおい、本当かよ。じゃあ俺から先生に言っとくからさ。しかし、いるんだな。今時そんな悪趣味ないたずらをするやつっておい、一年。 見に行こうとしてんじゃねえよ。くだらないいたずらなんか忘れて、試合の続きだ。いいな。こうして、悪質ないたずらだということで、試合はすぐに再開されたんですが、その日の部活の帰り、H 君は野球部顧問の S 先生に呼び止められました。おい H、お前何のつもりだ先生をからかって楽しいのか 何のことですかとぼけるなよ。ポプラの木の下に頭蓋骨も、それっぽい置物も何もなかったぞ。あれからすぐに見に行ったんだ。間違いない。そんな、僕は確かに。言い訳は生徒指導室で聞く。いいな。H 君は、先生の意見に真っ向から反論したせいで、長々と20分も説教されました。その日の帰り道。 H 君は事故に遭って亡くなりました。スピード違反の乗用車に当て逃げされた後、後続のトラックに頭蓋骨を砕かれたそうです。彼が見た頭蓋骨は彼自身の避けられない未来を見せていたのでしょうか